はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね、東京ディズニーシーの新しくオープンしましたソアリンのね、ファストパスのスタンバイの中にあります隠れミッキーを皆様にご紹介したいと思います。おそらくね、まだね、YouTube では動画になってないと思いますので、ぜひね、こちらの動画で参考にしてみてください。それではね、映像を切り替えます。どうぞ。ファストパスはこっち行きますよ。スタンバイはね、左側行きますけど、ファストパスはこっちの右に行きます。素晴らしい。これが中です。ここがね、ファストパスの入り口。入り口のここ階段降ります。階段降りてきます。階段降りて、ここの絵ですね。こちらの絵です。こちらね、ファストパスの入り口からすぐ階段降りたところに、ここにあります。ここにね、階段があるんですけども、ここの階段から降りて、一番ね、奥の絵です。こちらの絵のね、左上、隠れミッキーあります。皆さん、ぜひね、探してみてください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はね、ファストパスの方のね、スタンバイの、隠れミッキーでございますのでね、多分まだね、投稿してる方いないと思うんですけれども、ぜひね、探してみてください。ちなみにね、普通のスタンバイの方にもですね、隠れミッキー一応ね、6個ぐらい見つけましたので、そちらもね、またね、投稿できたらいいなと思うんですけれども、何せね、今で200分待ちとかね、すごいのでね、まだね、ちょっと当分はね、そちらの方を投稿できないと思いますのでね、とりあえずファストパスの方、皆様にね、ご紹介いたしましたので、そちらのね、スタンバイの方もね、今後投稿すると思いますので、お楽しみに待っててください。他にもね、ファストパス機のね、近くにある隠れミッキーも2つね、もうすでにご紹介してありますので、そちらの方もね、ぜひ探してみてください。そっちだったらね、一応ソアリに乗らなくても見つけることできますからね。はい、ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。もしよろしければですね、9月14日にジョマジの、ね、単独ライブございますので、もしご興味ある方いましたら、その日特別のね、もうマジックショーしますし、交流会とかね、サイン会とか写真会とかね、いろいろありますので、そちらの方もね、ぜひ予約していただけると嬉しいございます。はい、それではね、今日はこれで終わりにしたいと思います。ジョマジでした。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではバイバイ。